皆さんこんにちは。本日もスカーレット・バイオレットやっていきましょう。で、今日のテーマですが、色違い、こちらをテーマに話していきます。で、その中で例えば今作の確率であったりとか、厳選方法だったりとか、あとは全体像ですね、具体的にどのような条件があるのか、どのようなアイテムがあるのかっていうところですね。そこを踏まえた上で確率がどう変わっていくのかっていうところを話していければなと思ってます。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画見ていただければ幸いですね。よろしくお願いいたします。よし、ということで早速話していきましょうか。まず条件としまして、左見てください。光るお守り、そして大量発生、さらに輝きパワーで、これが全て発動していない状態、要するにデフォルトの状態だと今作もですね4096分の1となってます。まあ、これはですね、従来の作品と全く同じですので、まあ、特に違和感っていうところはないのかなっていうところですね。そして大量発生っていうところで、ヒカオマであったりとかパワーであったりとか、それらを用いてない状態でも大量発生でボコボコ倒せば、具体的には30から59倒せば2048分の1まで減りますね。まあ、結構減りますね。これよく見てみるとすげえな、大量発生で。その中で60以上倒すと、なんと1365分の1まで減っていきます。これもね、なかなかすごい仕様なのかなっていうところです。で、次に光るお守り、これを持ってる状態だとどれぐらい色違いが出やすいのかっていうところなんですが、これね、マジでぶっ壊れ性能、従来の作品からかなりすごかったんですが、今作もですね、なかなかの猛威を振るっております。で、これを持ってるだけでなんと確率が1365分の1まで減りますね。なので持ってない状態だと4096分の1、要するに4000体以上倒さないと色違いが出ないって言われてるにもかかわらず、こちらの場合だとね、まあ、1000ちょい倒せば色違いが出てしまうと、まあ、平均するとそのような形となってます。まあ、それを考えるとめっちゃすごいよね。で、それに加えて、ヒカオマ持ってる状態で大量発生してると、まあ、1024分の1であったりとか、まあ、そういった形で確率が変動していきます。で、細かい話してるとめちゃくちゃ長くなってしまうので、詳しくはですね、まあ、こちらの表を見ておいてください。まあ、優先順位としましては、やっぱりね、ヒカオマかな。これはね、マストになってくるのかなっていうところですね。で、なおかつ、輝きパワーっていうのがあると思うんですが、これね、具体的に、何なのかっていうところなんだけど、これはね、サンドイッチの効果ありますよね。で、輝きパワーっていうのがあるんですが、で、これっていうのが、パワー1、パワー2、パワー3っていうものがございまして、で、このパワー3っていうのがね、めちゃくちゃ強力なわけよ。これが発動してる状態だと、ヒカオマなくて、大量発生もない状態でも、なんとね、デフォルトで1024分の1。やばくないっすか?だからまあ、ヒカオマよりぶっ壊れなんですよ。なので、このヒカオマと輝きパワー、この3と大量発生、組み合わせた時に、最大で512分の1まで減りますね。いやー、これ、すごいよな、512分の1か。なので、これだとね、色違い出そうな感じしませんか?しかも大量発生してる時ってさ、マジでポケモンがワンサカワンサカ湧いてくるからさ、割とね、レッツゴーしてると、すぐに出てきます。なので、ヒカを守ってて、なおかつサンドイッチ食って、大量発生してたら、ほぼほぼね、色違いゲットできるのかなっていうところ、まあ粘ればね、大体ゲットできるんじゃないかな。なので、まあレジェンズアルセンスほどではないと思うけどさ、かなり色違いは今作、出やすいのかなっていうところですね。はい、まあそのような状況になってます。ですので、多くの方が現時点で多くの色違いを持っていると。まあ、さすがにね、アルセウスを超えることは難しいかもしれないけどさ。ただ、そんなにね、どれもハードルが高くないから、まあ、それがね、いい点かなっていうところ。ただ、まあ、ヒカオマに関してはね、ちょっと難しいところがあるけど、まあ、そこはね、また後ほど話していきましょう。で、あとはですね、右かな?右見ていただきたいわけなんですが、国際負荷。これってさ、今作ってどういう仕様なんだっけっていう話なんだけど、これはですね、
国際負荷の場合ですと、なんとなんと、これね、驚くことに、683分の1となりますね。これすごくない？で、それに加えて、光るお守り、これをね、組み合わせたら、512分の1まで減りますね。なので、ポケモンと戦いたくないとか、手作業をね、できるだけ少なくしたいっていう方は、この国際負荷の方がいいかもしれませんね。ただ国際負荷でも最大で512分の1となっておりますので、まあ、結局大量発生型とそんなに変わらないって感じかな。だからまあ手間とかで考えると国際負荷、だけどどっちもどっちか。結局ね、どっちもめんどくさいからな。まあそこはね、好みの問題かなっていうところ。ただこのような形で今作はですね、色違いの全体像、このような数字となってますという話かな。はい。まあ、割とね、ちょっとややこしい話かもしれませんが、ただこれを知っておくだけで相当ですね、色違い出しやすくなると思うから、ぜひですね、こちら覚えておいていただければと思います。で、次にですね、じゃあ今作は具体的にどのような手順で色違い厳選していけばいいのか、最も効率がいいのかっていう話ですが、まず1で、図鑑をコンプリートして光るお守りをゲットすると、そうなんですよ、この光おまがね、条件として図鑑コンプリート、こちらがマストとなってきますね。で、逆にこれをやらなければ光るお守りゲットできません。いや、これね、かなり厳しいよなただまあこれがね、仕様となっておりますので、まずはね、図鑑コンプリートを目指していきましょう。で、次に食事で輝きパワー、あとはまあできれば遭遇パワーかな、つけていきましょう。大量発生型であれば、こちらマストとなってきますね。で、大量発生の場所まで行って、まあ、レッツゴーすると、ひたすらね、レッツゴーしまくって倒しまくると、そのような形となりますね。で、まあ、色違いが出るまで続けるということで、まあ、リセマラの方法もですね、以前の動画で話しているんですが、まあ、そちらと組み合わせれば、ほぼほぼね、色違い出るんじゃないかなっていうところです。はい。まあ、そんな感じですかね。いやー、けど国際負荷か。まあこれもね、またいろいろめんどくさいからな。結局なんか、大量派生型が結局ってなっちゃうよな。なんかこれはね、毎回同じな気がするな。ポケモンが出るたびに思うけどさ、結局こうなっちゃうんだよな。まあ国際負荷ってさ、なんかすごい魅力的ではあるけどさ、やるのがめんどくさいからさ、結局なんか、まあ手作業はあんまり発生しないけど、その過程までに準備するべきことっていうのがたくさんあるからさ。まあそれを考えるとね、ヒカオマゲットして大量発生狙ってみたいな、その方向がいいのか。はい、まあそんな感じでございます。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃのー。